んにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はフランスの伝統菓子フロランタンを作ります。材料です。小麦粉 75g、 グラニュー糖 30g、 卵黄1個分、バター 50g、 バニラエキストラクト少々、塩ひとつまみです。はじめにフロランタンの土台となるサブレを焼きます。ボウルにバターを入れます。バターを白っぽくなるまでエアレーションします。バターは室温に戻して柔らかくしておいてください。冷蔵庫から出してすぐの時は少しだけ電子レンジに入れてください。ポマード状になりました。グラニュー糖を加えます。2回ぐらいに分けて加えていきます。今日は無塩バターなので塩を一つまみ入れます。卵黄です。卵の黄身だけ少しずつ入れます。バニラエキストラクトを入れます。バニラエキストラクトがないときはバニラオイル、バニラエッセンスなど入れてください。小麦粉をふるいにかけながら入れます。フロランタンとはフィレンツェのという意味だそうです。1500年代の中頃、イタリアからカトリーヌ・ド・メディシスがフランスのアンリ2世のもとに嫁ぎ、このお菓子を伝えたという説があります。もう一つにはパリの製菓職人フロランが考案したとも言われています。いずれにしてもフロランタンはフランスで数百年前から長く愛されている伝統的な焼き菓子です。こんな風に粉が残ってないようによく混ぜます。ラップです。包みます。サブレの生地の準備ができました。よくなじむように冷蔵庫で2時間から3時間寝かせます。オーブンシートを敷きます。スライスアーモンドを並べます。170度のオーブンで約10分加熱します。冷蔵庫で休めていたサブレの生地です。手ごなをして伸ばします。
それではこの生地を30分冷蔵庫で休ませます。30分が経過しました。フォークで生地に穴を開けます。穴を開けたのでこのままオーブンに入れていただいて構いません。今日はちょっと念のために、重しをします。サブレを焼くケースがあるといいんですけれど、持ってないのでちょっとややこしいことになります。それではこの生地を170度のオーブンで15分焼きます。焼き上がりました。ヌガーの材料です。グラニュー糖 40g、 スライスアーモンド 120g、 生クリーム 45ml、 バター 50g、 はちみつ 35g です。お鍋にグラニュー糖を入れます。生クリームです。今日は脂肪分 36% の生クリームです。蜂蜜です。バターです。材料が全部入りましたら火にかけます。火をつけます。バターも溶けてブクブクしてきました。それではここに先ほどローストしたアーモンドを入れます。はい、もうこの辺で火を止めましょう。この後オーブンに入れますので、あまり固くしてしまうと扱いが悪くなります。サブレの上に流し入れます。170度のオーブンで15分から20分焼いてまいります。はい、焼き上がりました。ネットに乗せて粗熱が取れるまで冷まします。粗熱が取れたので切ります。こんな風にラッピングすると簡単で持ち運びができます。アーモンドが層になってとても美味しそうです。生地とのバランスもちょうどいい感じでした。アーモンドの香ばしいサクサク感たまりません。
最後までご覧いただきありがとうございます。どうぞ皆さんも素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。